それではコマンドライン給与について語るときに僕の語ること、ティートさんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。中島大志と申します。Twitter の ID はアットディートという名前でやってます。GitHub はこんな感じで やってます。普段は、楽天の方で、アプリケーションエンジニアとして働いてます。ブログを書いてます。最近だと、Go言語だったり、Docker についていろいろ書いてるので、今日発表を見てこいつおもろいなと思ったらぜひ読んでください。コマンドラインツールいくつか作ってます。例えばこれは、Go 言語のコマンドラインツールを、高速に作るという CLI Init というツールだったり、自分の作ったプロダクトを、GitHub に、これも高速で、GitHub のリリースページっていうのがあるんですけど、そこに高速でアップロードする、GHR というツールを作ったりしてます。この2つのツールは後で最後にちょっとデモでお見せしたいなと思います。今日の話なんですが、ちょっとコマンドラインツールについて語ろうと思います。結構個人的な意見だったりが含まれているので、賛同できるところは賛同していただきたいし、おかしいなと思ったら、何言ってるんだと思ったら、ぜひ懇親会とかでビール飲みながら語りましょう。あとすいません、ちょっと半端な話が出てきません。でもそのコマンドラインツールっていうのは、どんな言語でも実装できるものなので、それについてあらゆる言語で実現可能な話をします。はい。世の中には、良いって言われているコマンドラインツールと、そうではないクソなコマンドラインツールがあります。その差っていうのは結構僕もいろいろ作ったりいろんなツールを作って分かったんですけど、その差っていうのは結構単純なことを実践することで縮めることができると。で、できてる人にとってその単純な差って結構もう当たり前すぎてあんまり語られないと。で、僕は今日あえて自分が何を実践してるのかっていうのを今日は語っていこうと思います。で、まあ、すでにもう作ってる人は、まあ、自分の作ってるコマンドラインツールでちょっと見直しの機会にしてほしいし、まあ、作ったことない人はもう今日家帰ってすぐにリーダーを広げるような、話ができたらいいなと思います。トークの流れはこんな感じで、まず、まあ、良いコマンドラインツールって何やねんみたいな話をした後に、じゃあどうやってそのコマンドラインツールを作り始めるかっていうのをやろうと思います。話そうと思います。じゃあまず良いコマンドラインツールって何やねん。7個持ってきました。1つのことに集中している、直感的に使える、他のツールと連携できる、利用を助けてくれる、適切なデフォルト値を持ってるんですけど、設定もできる、苦痛なくインストールできる、すぐに回収ができる、一個一個見ていこうと思います。まず1つのことに集中しておると、ユニックスという考え方という、本があります。この本の中ではその設計思想だったりユニックスの設計思想だったりその思想というのが語られていて、この中に、小さいものは美しい、一つのプログラムには一つのことをうまくやらせるという思想が語られてます。で、要はこれをやりましょうという話です。で、なんでかっていうと、これは何でもそうだと思うんですけど、二つ以上のことをやろうと思った瞬間にその複雑度が増してしまいます。で、複雑度が増すってことは、ユーザーからするとそれコマンドラインツールを理解してもらえなくなるし、習得もしんどくなる。で、開発者からするとメンテナンスができなくなってしまうという問題があるからです。で、二つ目のいい条件、コマンドラインの条件というのは直感的に使えるってことになります。iOS には iOS の UX、UI、UX、Android には Android のというのがあるように、コマンドラインツールにもちゃんと UI、UX というのがあります。コマンドラインツールというのは、まあ、歴史がすごい長いです。歴史が長いってことはその分慣習というのが存在してます。で、その慣習に従うことが大事です。で、どういう慣習があるか、コマンドラインに、2つパターンがあります。一番単純なパターンはエキスキュータブルがあって、オプションがあって、アーギュメントがある。多分もう結構当たり前だと思うんですけど、もう一個パターンがあって、エキスキュータブルがあってコマンドがあって、これちょっと変わっていって、コマンドをちゃんと持ってるパターンで、グローバルオプションがあって、コマンドのオプションがあって引数がある。大抵はこれから外れるようなことはないと思うんですけど、この2つのパターンで多分コマンドっていうのは構成されると思います。で、オプションにもいくつかパターンがあります。引数を伴わないスイッチだったり、引数をちゃんと伴うフラグっていうのがあります。で、もう一個パターンがあって、ショートオプションとロングオプションがあります。で、ショートオプション準備されてるコマンドラインツールってよく見るんですけど、ロングオプションちゃんと準備されてないっていうのをたまに見かけます。で、ロングオプションなんで大事かっていうと、コマンドラインツールってコマンドって、シェルスクリプトだったり他の設定ファイルから呼ばれる
と思うんですけど、その時にロングオプションをちゃんと書いておけば、そのシェルスクリプトが何を実行しているのかというのはすぐに理解できるので、ロングオプションというのは絶対準備しておくべきだと思います。でこの辺は GNA の標準インターフェースとしてドキュメントがまとまっているので、もし見たことない人がいればぜひ一回目を通すといいかなと思います。で自分の中にもいくつか哲学があって、この3つを基本的に重視しています。最もユーザーにやらしたいこと、やりたいことを最も簡単にできるようなインターフェースを考えます。あとデフォルトで絶対破壊的な操作をしないようにします。破壊的な操作って何かというと、ファイルを上書いちゃったりファイルを消したりという操作です。でそういうのが必要な時は絶対ロングオプションで明示的に準備させるようにします。あとその対話インターフェース、これ作りたくなっちゃうんですけど絶対避けます。なんでかというとシェルスクリプトからそういうの自動化の妨げになるので、基本的に対話インターフェースは避けます。はい。で3つ目の良い条件というのは他のツールと連携できることです。さっきから言ってるんですけど、コマンドラインツールというのは他のスクリプトから呼び出されます。最近だ古いので言えばシェルスクリプトだったりクーロンだったり呼び出されます。で最近だとシェフだったりドッカーファイルから呼び出されます。でその時にちゃんと連携できるような仕組みをちゃんと持ってないと、使われる仕組みとにはなりません。で例えば、終了コード成功だったら0、失敗したらノンゼロをちゃんと返す、アウトプットもちゃんと標準出力と標準エラー出力をちゃんと使い分けるのが大事かと思います。で4つ目、これは利用を助けてくれるという話です。でこれは耳が痛い人はいるかなと思うんですけど、ドキュメントがやユーザー値がない存在しないツールなんて絶対誰も使いたくないです。その人が多分すごいプログラマーだったりすると、あ使いたいなと思うかもしれないんですけど、僕みたいな無名なやつが例えば作ってもちゃんとドキュメントがないと多分誰も使いたくないです。でちゃんとそれも利用度に合わせてドキュメントをちゃんと準備しておく必要があると思います。ドキュメントにもいくつかパターンがあります。横軸に、利用度があったとすると、まあ、最も最初に見るのがリードミーです。ユーザーはここで、そのツール使うか使わないかを判断します。でいざインストールしてもらった後に、ヘルプオプションを見ると思います。でそこで見て、まあ、最低限の使い方をします、理解します。でもっと使ってもらえるようになった時にマンページとのあるべきで、ユーザーはそれを見て複雑な例だったりより柔軟に使うためのオプションというのを発見したりします。これぐらいちゃんとドキュメントが準備されているのがいいツールかなと思います。で5つ目は適切なデフォルト値を持っていて設定もできることです。ユーザーに無駄な入力をさせないのがいいと思います。ただし全員を満足させることはできませんので、好きに設定にできるようにするのが大切です。でコンフィグレーションにパターンがあります。こんな感じの優先度で一番下に来るのがデフォルト値で、次に人間が埋める、YAML だったり JSON だったり DSL が来ます。で次に優先されるべきなのが環境変数で、最後にオプション引数が優先されるようにします。でこうすることでいろんな段階でユーザーが設定を変えておけるようにするのが大事だと思います。で6つ目は苦痛なくインストールできることが大事です。対象のユーザーに合ったインストール方法を準備しましょう。 Mac だったらどうなのか、 Perl だったらどうなのか、ワンコマンドでインストールできるようにしないと多分使われません。OS X だら Blue、Ubuntu だったら Apt、 Central だったら YAML とかで、 LL の言語だったらそれ用にパッケージマネージャーが存在しているので、それをちゃんと準備すると。で7つ目はすぐに回収できるのが大事です。でエラーってのは絶対起こります。で起きた時に何が起こっているのかっていうのを すぐ詳細確認できるようにしておく必要があります。でこれをちゃんとやっておくと、ソース見ずに、まあ、ここの何が起こっているか分かるし、ソースの、まあ、どこを直せばいいのかっていう当たりをつけることもできるようになります。でそういうのをどういうふうにやるかっていうと、デバッグオプションをちゃんと準備します。こんな感じですね。デバッグで引数でオプションを与えて、詳細な、情報を出力させると。で開発者向けにはその毎回オプションを打たせるのも鬱陶しいので、ちゃんと環境変数で、そのデバッグモードに変えられるっていうことをやっていくのが親切かなと思います。以上7つが僕の考えるいいコマンドラインツールかなと思います。じゃあこの思想をもとに、じゃあどうやっていいコマンドラインツールで作り始めてるのかお前はっていう話をします。だいたいこんな流れで作り始めます。まずどんなツールを作るか考えます。僕の中の、コマンドラインツールの初期衝動ってどんな感じかなって考えてみたんですけど、例えば複雑な作業を自動化したりだったり、あるタスクがあってその生産性を高めたいと思った時だったり、 API のコマンドラインクライアントを作りたいなと思った時に、コマンドラインツールを作り始めます。でその時も、いきなり複雑なことはしません。さっきも言ったように一つのことになるべく集中するようにツールを考えます。で問題の一部を、まあ、解決するだけでいいかなと思ってます。でそれでかつその他のツールと連携できるようにすると。
で作りたいのがまあなんとなく決まったなと思ったら次言語を選ぶ、言語を選びます。で好きな言語、自分が好きな言語を選ぶの大事だと思うんですけど、その言語選択っていうのは僕はツールのああいう方法にそのまま直結してると思います。使ってもらうためには苦痛なくインストールしてもらうことを考えないといけなくて、例えば、まあ、最近だったら、Go を使うんですけど、 Go を使うのはそのあらゆるプラットフォーム、 Windows だったり OS X だったり Linux、 あらゆるプラットフォームのユーザーを対象になんかツール作りたいなと思ったら基本的に Go で書きます。でバイナルでダウンロードしてもらいます。で、まあ、Ruby を使っている人に対してツールを配布したいと思えば絶対 Ruby で書いて自分でインストールしてくださいっていうし、 Perl だったら、まあ、シッパーでインストールしてくださいって Perl で書きます。で3つ目は、コード書く前に ReadMe を書きます。これは ReadMe Driven Development と呼ばれているらしくて、リビルドを聞いて僕初めて知ったんですけど、GitHub のモジャンゴ氏が、まあ、2、3年前に提唱してきた考えらしくて、コード書く前に ReadMe をまず書いてしまうという手法です。ReadMe を書くってことはまず最初に名前を考えないといけない。でそのコマンドラインツールっていうのが何をしてるのかっていうのを考えないといけない。でかつそのユーザー順も書くのでインターフェースを考えるきっかけにもなります。でこれなんでいいかっていうと、自分が何を作りたいのかっていうのを整理した上で作り始めることができるっていう利点があります。であとこれ GitHub に表示されるリードミーなんですが、GitHub のリードミーって HTML に整形されてこんな感じで表示されます。で自分のツールユーザーはまず GitHub のレポジタ、最近だとおそらくリードミー GitHub に訪れてそのリードミーを見て、あこのツール使うかな、使わないか、使わないようにしようかなみたいな判断をしていると思います。なのでリードミーを書くってことはユーザー視点でそのツールのデザインができるようになります。でこれは苦手的なんですけど、ツール作りたいと思ったら一番テンションの高い時にドキュメントを書けるっていう利点もあります。実際作り終わった後にドキュメント整理するのはまあしんどいので、じゃあどんなリードミーを書いてるのかっていうと、こんなことを書いてます。基本的にこれを書いてから書き始めます。まず名前考えます。コマンドラインツールの場合、名前っていうのはそのままコマンド名になります。で頻度を高く使われるツールなんだな、ツールだなと思ったらなるべく短い名前をつけるように心がけるし、まあ、頻度あんま長く、頻度高く使われないなと思えば、まあ、なるべく長く説明的な名前をつけるってことを意識します。で次に、ツールの説明を書きます。これはどんなツールなのかっていうのを書きます。で一つのことに集中してるのがいいツールだと言ったんですけど、これをちゃんと満たしていればこのデスクリプションっていうのは短く簡潔な説明が書けるはずです。でもしここで長ったらしい説明をしているとしたら、それは自分が作りたいツールが何かっていうのははっきり分かってないと思います。なのでここでちゃんと整理すると。で次に使い方を考えます。インターフェースの定義ですね。でこの辺はちゃんと直感的に使えることを意識します。でユーザー視点で最もやらしたいことを簡単にできるようなインターフェースを考えます。でバーサスなんです。これはあんまり見ないんですけど、僕は基本的にバーサスを書きます。でこれは他のツールの比較です。で似たようなツールっていうのは基本的に存在してます。ほぼ存在してると思います。で全く同じものを作っても全然意味がないので、事前にこのバーサスを書くと決めていて、事前調査をして似たツールと比べて、じゃあお前が作るツールは何が優れているのかっていうのをちゃんと整理します。例えばインターフェースがより簡単になっているとか、より速くなっているっていうことをアピールする、そういうことを考えます。でそれはそのままツールの特徴につながります。で最後なんですけど、ステータスバッジも準備しちゃいます。でバッジ準備するってどういうことかというと、 CI as a Service を設定してしまうってことです。つまり初めからテスト環境を準備しちゃうってことです。でユーザーにテスト結果を見せ続けることで、まあ、テストの書くモチベーションを高めていこうかなっていう感じです。リードミードリブンとして僕はここまで全部書いてからツールを書き始めます。じゃあ次に高速にプロトタイプを、ここまで行って次にもうプロトタイプをまずもう高速で作ります。これトーク概要なんですけど、こんなことが書いてあります。ライブします。クラスプラットフォームに対応した ToDo アプリを作ります。時間ありますかね。Go 言語使います。Go 言語使ってコマンドラインツール作ってクロスコンパイルして GitHub にリリースします。10コマンド以内くらいでやっちゃいます。さっき紹介したツールをいくつか使います。まずコマンドラインツール作るのに、僕が作った、CLI Init というツールを作ります。でこれコマンドギャングサッチのが、コマンドラインのいいライブラリを提供してるんですけど、それをのテンプレートを簡単に吐き出してくれるツールです。でクロスコンパイルには、ハシコープのミシェル橋本氏が作ってる GOX というツールを使います。でこれやると Go でも標準で、クロスコンパイルできるんですけど、
ゴックス使うと、並列で並列実行である全プラットフォームを一気にクロスコンパイルしてくれます。であとはクロスコンパイルしたバイナリを、これも僕が作った GHR とツールで GHR というツールで、一気に GitHub にリリースするっていうまでをやろうと思います。見えますかね。ToDo アプリをまず作ります。これでサブコマンドをまあ持たしたいと。 ToDo なのでまあ Add だったり ToDo を Add する Add だったり、Delete だったり、まあ、表示するリストみたいなのが多分 ToDo で必要なんです。これサブコマンドになりますかなと思います。でアプリ名はこんな感じで、するとこんな感じでもうテンプレートが全部吐き出されて、でもうこれ多分すぐ使えて、ヘルプ大事だと言いましたけど、ヘルプも最初から出ます。こんな感じで、アドだったりデリートだったりリストだったりヘルプがちゃんと表示されるようになってます。でちょっとこれ一応イニシャライズしますね。 Git で GitHub にレポジトリ作ります。ビル伸びたですね。はい、これでレポジトリが作られました。で一応ちょっとプッシュしておきます。はい、すると、これ僕のレポジトリなんですけど、はい、こんな感じでまあツールができて、でこれここに、まあ、リリースページっていうのがあるんですけど、ここにクロスコンパイルして、全プラットフォーム Go が対応している全プラットフォームのバイナリを作って、ここに上げてしまうっていうのをやります。まずクロスコンパイルします。GOX というツールを使います。でこれ GOX ってただそのプロジェクトのルートで GOX って打つと、全部プラットフォームで全プラットフォームのバイナリを作ってくれます。でこのアウトプットを指定してるのはまあこのパッケージディレクトリにこんな感じで吐き出してくださいねっていうのを指定しているだけです。でこれ実行すると、こんな感じで並列で一気に、クロスコンパイルしちゃってくれます。全部やるのでなかなか多いですね。で結果こんな感じで、まあ、全プラットフォームこんな感じでバーッとアーキテクチャかつプラットフォームが全部こう出ているのが分かるかと思います。で、まあ、今度これをリリースすると、GHR というツールを作ります。GHR コマンドを、リリースしたいバージョン名でやります。でディレクトリ指定すると、まあ、ここのディレクトリの中にあるクロスコンパイルされたバイナリを一気にリリースします。CPU の数でちょっと並列を制限してるのでちょっと時間かかるかもしれないです。多分どんどん来てると思います。あ、こんな感じで来てますね。今 Windows とか開けてますね。ちょっとネットワークがあれですかね。まあまだ途中ですけど、まあまあこんな感じで一気に全プラットこんなインド会でぐらいですけど全プラットフォーム向けのユーザー全部やれますね。例えば、まあ、今 Mac なので Mac のディレクトリこんな感じで落としちゃいます。ダウンロードしてもらってダウンロードできたので、今落としたやつですね。とこんな感じで使えるようになってます。まあ何も作ってないですけど、まあコマンドもちゃんと受け付けるようになっててっていう感じですね。はい、
以上で発表を終わります。質問のある方いらっしゃいますか。早すぎた。よろしいでしょうか。それでは、ありがとうございました。ありがとうございます。